平さんへ。日曜劇場、はい、海に眠るダイヤモンドの土屋太鳳さんからの質問です。柳楽さん、朝ドラで大変お世話になりました。本当に素晴らしい演技で本当に救われました。そんな柳楽さんに質問です。また共演したいですとお伝えしてからなんと9年も経ちました。せめて10年目くらいにはご一緒したいと願っていますが、その可能性はありますか？またこの9年間いろいろな作品に出演なさったと思いますが、これはすごいと感じたことを教えてください。セリフでも演出でも衣装でもお弁当でも何でもいいです。10年目お願いします。お願いします。ありがとう。そうですね、なんかそのすごいって感じたことは、ついこの間そのタスク君が割とその、まあ、涙を流すあのシーンがあったんですけど、あれ何ですかね、その自分の顔の寄りじゃない時も容赦なくこう泣けるっていうのがやっぱりすごいなって、改めてなんかそのすごいなっていうふうに感じました、はい。そしたらママって言ったら泣けるんだよって言ってて、私は柳楽さんの顔を見て、うん、はい、もうあの泣きましたちょっとよくわかんないので次お願いいたします。いやでもわかります、わかります。柳楽さんの目見ると涙が溢れそうになるんです、ね、はい、なんか優しい。いや、そうなんですよ、なんか全然泣くシーンじゃないのに、はい、急になんかグッとなんか、はい、グッときて、はい、すごく素晴らしい俳優さんだなと思っております。ありがとうございます。柳楽さんの目を見ると、はい、なんか泣きそうになっちゃうんですよね、なんかわかんないんですけどなんかこうみっくんあんまり目を合わせない、うん、あの役なんですけど、こうふと目が合った時とかに急に泣きそうになっちゃったりとかして、なんか不思議な、はい、パワーをたくさんもらってます、はい、情緒が揺さぶられるんですかね。揺さぶられます本当に、はい、ありがとうございます。柳楽さん、そんなことをおっしゃっていますがどうでしょうか。泣きそうになるタスクさんどうでしょう。なんないよね、楽しくなる、楽しくなる、わかんない、わかんない、ごめんなさい。